にちは。こんにちは。コッシーです。そして今日はマミーナさんとね、マミーナです、ちょっと溝の口の、飲み屋街というか、溝の口駅西口商店街にやってまいりました。ここなんかね、ご覧になってもわかるかと思うんですけど、昭和っぽい雰囲気で、渋い感じのお店が立ち並んでるんで、ここでね、今日はマミーナさんと2人でね、飲みながらちょっと語り合いたいと思います。はい、飲みたいと思います。いただきます。楽しみです。で、早速飲んでますね、皆さんね。そうですね。結構もう、あ、いい匂いする。すごいな。すでに満席じゃん。すごい。ね。かと思ったら、古本屋さんがある。いやでも溝の口のこれね、駅前でこんなとこ残ってんだね。そうですね、びっくり。すごい、お酒飲むところはもうどこも満員ね。ドカンと衝撃的な名前の居酒屋だね。こっちの方がちょっと暗い感じだけど、でも人が集まって、もうすでにこの時間でほとんどの飲み屋さんがやってるんですよ。なんかマスクみたいなんですけど、5時半ですからね。5時半から来るのも大盛り上がりとか。まあでもね、土曜日っていうのはあるかもね。平日だともうちょっとね、スタートが遅いかもしれない。いや、実はここでね、なんか農業用水路をなんか蓋したところに、戦後の闇市で不法占拠されたところから歴史が始まってるやつで、それがこう、ちっちゃいお店が立ち並ぶ感じになってるみたいで、というところで、じゃあ歩きながらまた入って、遠近法でだいたい僕の顔の方が大きくなりがちなんで、なるべく近づいてくれる。わかりました。はい、ピース。ちょっと暗くて何も映んない。そうですね。まだゆっくり伝われば。ということで、じゃあやっぱね、適当にお店選んで入りましょうか。すごいな、あの焼き鳥の炭の煙の、煙もすごいですね。ここがちょっと気になる。から始めましょうか。はい。切れるのあんまり上手じゃないですから。頑張ってみます。上手な人いますよね。斜めにするのはコツっていうけど。皆さんの聞いたお酒なら美味しいんで。ありがとうございます。はい。はい。じゃあいただきます。いただきます。乾杯。美味しいですね。実は先ほどマミーナさんのラジオに出させていただきまして、ラジオラジオ後のまた打ち上げ的な、ラジオの延長戦ということで、これ4月1日から配信。あ、そうです、はい、4月1日にエンタメディアジャパンという、エンタメディアジャパン、はい、ね、FM 鎌倉とか、なんかその辺で放送されるという。されますので、
ぜひ見てください、ね、そっちもチェックしていただければ、してください。エンディングトークみたいになっちゃって飲み始めるんですね。ぜひ、ぜひ。夜はこれからですか。これからです。美味しそうな、ね、ちょっと頼みましょうか。何が好きですか。ね、だいたい居酒屋とか行くとね、だいたい私何と気がない盛り合わせとか頼んでるね、めんどくさい。それ行きますか。盛り合わせあるね。あとはもう右から4、5種類全部2本ずつ頼むと。あ、いいです。思いついたのじゃあ。レバーと軟骨？レバーと軟骨。うなぎも白、ネギもレバー軟骨。頭もいい。要は右から 6種類。あ、いいよ。日本中。すいません。ネギマ2本、うなぎも2本。白2本、レバー2本、頭2本、軟骨2本です。ありがとうございます。コケさん、ビールが好きなんですか？あ、もう何でも飲みます。嫌いなのはないですか？まあ、大体飲めますね。まあ、好んで飲むかどうかな。イエーイ。私も大体飲めますね、何でも。特にビールが好きかな。あとお食事に合わせてワインとか。あ、そんな感じです。ワイン体にいいからね。そうですね。あと焼酎も好きだし、あと何でも基本お酒飲みね。そうですね。あとおしゃれなバーとかもたまに行くんですけど、そうするとバーテンダーさんがせっかくいるんで、はい、カクテル頼む、うん、おすすめのものとかね。そうですね。私も塩かタレ。塩でお願いします。塩派です。私も塩派です。焼き鳥カトリアさん、昭和な感じだね。はい、いいですよね、昭和、うん、まあ、昭和生まれ同士もう最近ライブハウスがもう平成生まれが多いんで、今なんか若い人の間でテープレコーダーが流行ってるのかなんて。おー、ね、私もよくテープでね、ウィンクとか聞いてましたよ。ウィンク懐かしい。そう、懐かしいです。ウィンク大好きです。あ、ありがとうございます。これカバンも、カバンをグラブ。私不器用なんですね。こう、あ、すごい受けられました。こういう気遣いもね、人情で、そうですね。でもいいですね、こういうのを一本あればかけられるっていう、ね。早いですね、コッシーさん。あ、すみません。泡ばっかりみたいな。コッシーさんはいろいろなんか飲み放題ライブとかやってますけど、うん、やっぱりお店によって違いますよね、お酒もね。まあそうね、あの、正直ケチなところとケチじゃないところとあるんで、あの、どことは言えないけど、ケチなところになると、あの、発泡酒1本しかつかない。そうですか。うん、あの、ビール系が飲み放題じゃないですか。へぇ、それ、うん、でも大体、ほとんどの会場はもうビールも、カクテルも、焼酎も大体飲み放題。そうですか。前ね、ホッシーさんが
さんのイベント、本を出したときに、うん、天竺、あ、見に行ってくれたね。そこ結構ね、お酒が豊富ですよね。うん、あそこは瓶物以外は大体、ね、飲み放題にしてくれる。美味しいんですよね、お酒が。身長何センチ？それ、今、ちょっと多少していいでしょうか。ここ斜めにするぐらいがちょうどいい。あ、そうですね。ちょうど170、170。ああ、そっか。上からこうやって撮る。ああ、こういう。何も。これなんすか。後から来たのは柏木ですね。それなんか普通。あ、軟骨。そうですね。ワールドカップはすごかった。柏木行った？柱一応行ったと思いますけど、まあ、ゆっくりでも作っていただいて。ねぎましろレバー、軟骨砂肝って聞かれてます。頭も頭も焼きます。はい、はい、じゃあ、皆さん、召し上がってください。じゃあ、私の大好きな軟骨をいただいてみたいと思います。はい、いかがでしょう。美味しいです。美味しいですか。はい、美味しい。どうぞ、星さん、軟骨を持ちましょうか。あ、じゃあたまには取ってもらう。たまに。じゃあ、いただきます。どうですか。美味しい。歯ごたえが、これは歯の悪い人にはちょっと向かない食べ物。まあそうですけどね。でも美味しいね、そっちも。いやね、噛めば噛むほど味が出る。ああ、いいですね。ビールと合いますね。そうだね。ビールもグビッと。あ、そう、男前。美味しい。美味しい。話あります。うん、そうある。はい、私はね、あんまり乗せない派なんですけど。あ、なんか砂肝は乗せる。乗せる。乗せる。かけすぎ？大丈夫ですか？いや、もうそれはまあ皆さんから僕への愛だと思って全て受けてくれました。私はかけない派で、じゃあ喉にも悪いの。右の巻きます。白、白、白、サントリーとかだね、先生の頃。ビールはなんか好きなメーカーとかあるんですか？なんだっけ、糖質を抑えてるんで、スタイルフリー、朝日かな。でも最近はよくいろいろ出してますね。まずは斉藤優也とかね、その前のね、サントリー札幌の順で、今日は第3位の札幌でございます。札幌もね、北海道の札幌ビールに行ってね、そこに良かったですね。ジンギスカンを食べながらの札幌ビールは、ね、札幌といえばジンギスカンでした。ですね。行ったことあります？札幌ありますよ、ね、北海道は7、8年前は毎年のように行ってたかな。あ、本当ですか。どちらへ北海道に。北海道全部行きますよ、とんがってるとこ全部。あの、稚内も行ったし、釧路も行ったし、シャコタンも行ったし、函館も行ったし、で、あるなんノシャップ岬、一番南、あそこだけはあの丸一日かけないと、あそこまで行けないかな。羨ましい。意外と行ってなかったけど、友達と旅行行った時に、どうしてもそこ行きたいんだって。あの、あれ、ラベンダー畑とかって行きましたか。あ、フラノのとこ。フラノはね、通ったんだけど、そのラベンダー畑とか見たことなくて、フラノも優雅にも通ったくせに、なんか それっぽいところに全く行ってない。私、ラベンダー畑に行くのが夢なんですよ。お、6月ですよね、あそこはね。そっかそっかそっか。年中咲いてるわけじゃない。そうみたいですね。じゃあ、砂肝、次行ってみたいと思います。唐辛子たっぷりの唐辛子、愛の唐辛子、愛の唐辛子、愛が効いてる。効いてるか、よかったよかった。コッシーさんと電車の中でもトークしてたんですけど、
結構みんなには愛を持ってバシッと言うんだっていう、ね、愛は大事、愛ね、やべえことは言わない人もいる。中途半端じゃね、やっぱ愛じゃないから、ね、そうですね、何事もガチで、うん、私もね、なんかお家が結構はっきり言う派のお家に育っちゃったんで、うん、結構すごいバシバシ言われるんですよ、うん、皆さんもね、おっとりしてるような感じはするけど言うとき言うもんね、なんかオブラートに普通に言える方っているじゃないですか、それがね、なかなかできなくて、ね、正直に言っちゃうんですけど、まあ、それが言えたら大人だなと思うんですけど、私たちちょっとまだ子供なのかな。いやいや、でもね、オブラートに包んで物を言ってても激怒してるのが分かりますみたいな感じの人は逆に感じ悪い。いいことも悪いこともちゃんと思いは伝えないと。そうですね。ビールおかわりお願いします。さあ次何か食べてみて。なんか別に食べるのは大丈夫です。飲めれば。次何食べようかな。じゃあこれなんだろう、レバー、レバーかな。私の大好物のレバーです。美味しいですか。皆さんが召し上がったところで、このレバーをいただきます。うん、レバー嫌いな人多いんですよ。まあ好き嫌いは分かりますよね。私レバーとか大好き。子供の頃は苦手だったから。子供の頃から大好きでした。やっぱ、のんべいの血は昔からあったのかも。あ、虫が来てますね。じゃあ、行きます。空き瓶がずっと置いてあるのか。なんかこう、さりげない感じがですね、このお店。つくねがあるし、気が利かなくて、痛くさせてしまいました。おしさん、バレンタインはどうだったんですか。いっぱいもらいました。まあ、あんま聞かないでください。私もね、なんかまあ、あげる人は聞かないでください。父親にでもあげたら、スカーフを実はと、夏素敵な感じで、うん、ちっちゃいっていうとなんか卑猥な感じだね。もうそんな語はつけなくていいと思う。父上でいいと思う。そうですかね。まだ18時ぐらいだ。そうですね、まだ18時か。4時から飲んでます。そうだね、ラジオ収録ね。これ私です。軟骨、軟骨大好き。なんかコリコリしてる食べ物が好きなんですよ。だから沖縄料理でミミガーとか。ああ、ミミガーね、あれも大好きです。軟骨揚げも唐揚げも大好きです。そして白、白、白、いただきます。おー、いってみましょう。素晴らしい、素晴らしい。これぞ焼き鳥屋の味っていうか。日本の伝統ですよね。うん、海外に焼き鳥ってないの。ありますよ、あの2年前ニューヨークに行って焼き鳥屋連れてくるんですよ。だから本当にこういう感じで焼き鳥ですよね。それは何、日本料理的なものとして存在するの、それとも向こうの文化にも焼き鳥っていうの。いや、日本料理ですよね。ああ、やっぱそうなんだ。だからやっぱり焼き鳥ってローマ字で書いてある。焼き鳥みたいな文化が向こうにも広まって
すき焼きみたいな。そうですね。ニューヨークにいながら日本の居酒屋を味わえるんですよ。いつも思うんだけど、この皮系の鶏はいつ飲み込んでいいのかな。そっか、それありますね。ひたすら噛み続けて。私これを、ネギマ、ネギマ行ってみたいと思います。うん、ネギはね、大人になってから好きになります。あれは、アメリカ子供の頃大好きだよね。玉ねぎも長ネギも、コンビになると好きになるんですね。そうね、ネギ好物なんですよね。あの子供の頃さ、鉄道マニアでいろんなとこ写真撮りに行ってて。そうですか。お金ないじゃんね。お金ないから、だいたい駅の立ち食いそばとか立ち食いうどんで食べて、まあ、当時200円とか300円ぐらい。だいたいネギかかけ放題だよね。昔、まあ今は少なくなったけど、ネギはいっぱいかけて、ネギしかかけるもないから。ネギ美味しいですよね。そうしてる。そうしてるうちにこうネギが、ネギが豊富になって。鉄道ファンなんか電車に乗って乗るのも好きだし、撮るのも好きだし。あ、そうなんですか。車の運転好きですよ。日本全国、あの本州だったら大体自分の車で行きますね。なんか昔とか電車好きで、ちっちゃい頃ってスタンプラリーとか、とかよくやりましたね。昔、山手線デートとかやりましたね。電車が行かない学生の頃に山手線を一緒に行って、駅の中にこう食べるところとかあって、そこで済ませて、全部制覇したかな。130円で済むんで。あ、まあ、皆さんが食べるなら食べて、食べないなら僕がいただく。私これいただいて、うん、どうぞ。ネギマミーナ、ネギマミーナ。ここのお店っていつ頃からやってるんですか？昭和38年。うわ、歴史古いですね。あの昔火事で焼けちゃったのってどの辺になるんですか？向こう側ですか？なんかあの火事で10軒か20軒ぐらい焼けちゃって、ここがなんか空き地になってるやつ。もしかしたらね、借りさえなければ、渋いお店がもっともっといっぱい残ってたのかもしれない。渋谷でなんかいい店とかあります？あの思い出横丁、駅からね、すぐ近くでね、あの宮下公園に行く手前に、やっぱ昭和っぽいね、雰囲気のところがあって、いいですね。まあ、実はそこはまだ飲みに行ったことはないんだけど、動画だけ撮りに行きたいと。昼間に行ったら何もやってなくてやっぱ飲み屋さん街だから、夜しかやってないみたいな。はい、ということでね、焼き鳥カトリアでいただきました、なんかほんと昭和ながらのね雰囲気で、しかも激安、焼き鳥1本90円っていうの。美味しかったです。美味しかったです、ね、じゃあどうしましょうね、次かこの辺行きましょうか。はい、この辺がいいかな。どこ辺大丈夫？